Spinner。 おはようございます、ケリーアンです。5月11日水曜日、世界で今起きていること。このポッドキャストではニューヨークのニュースルームから世界に向けて今まさに発信されたニュースレターを声でお届けします。WHO は中国の新型コロナ対策は持続可能でないと考えている。 WHO 世界保健機関が中国のゼロコロナ政策に警告を与える一方、上海の復旦大学はこの政策をやめた場合、未だかつてない大型のパンデミックが発生すると予測しています。そして WHO はファイザー社に新型コロナウイルスの治療が利用しやすくなるよう要請した。アメリカのファイザー社が作る製品は価格が高く、貧しい国の人々は抗ウイルス剤やワクチンを入手することが困難な状況です。ペロトンの利益が激減した。パンデミックでブームとなったアメリカペロトン社のフィットネス機器ですが、人々がパンデミック前の日常に戻るにつれて売り上げが急激に減少しており、苦境に立たされています。ドルが20年ぶりの高値に。 FRB アメリカ連邦準備制度理事会の利上げ、ウクライナでの戦争、中国の新型コロナ対策に伴う制限などで投資家が安全な投資先を求める中、ドル需要が高まっています。韓国の大統領にユン・ソクヨルが就任した。3月に僅差で当選した保守派の政治家は、非核化と引き換えに北朝鮮に大胆な経済計画を提示しました。今日のニュースの参照元は概要欄にまとめています。明日のニュースが気になる方はぜひ Spotify、Apple Podcast、Amazon Music でフォローしてください。 Quartz Japan では世界の最先端を毎日2通ニュースレターでお送りしています。他にも世界で暮らす女性の喜びや悩みを伝える Portrait of Me がスタートしています。詳しくは概要欄に載せていますので、ぜひこちらも見てみてくださいね。ケリーアンでした。 Have a great day!